なあレノ、怪我の治療を優先したらどうだ。でもよ、七番街は放っておくのか。我々に何ができる。そもそもあれは必要だったのか。拒否したところで他の誰かがやっただろう。その誰かを自責の泥沼から救ってやった、そうは考えられないか。無理だぞっと。ではこう考えろ、犠牲は星へのちょっとした礼だ。はあ？使うばかりでなく時には返してやらないとな。本気で言っているのか。さあな。はい、了解しました。副社長がお呼びだ。クラウド、よかった、目覚めた。大丈夫？ああ。ここは？子供の頃、ここで暮らしたの。寝てた方がいいんじゃない？大丈夫ならいいんだけど、もう少し寝てた方がいいんじゃない。お母さんと二人でね、ここで眠ったんだよ。部屋あの頃のまま。毎朝お母さんだけが連れて行かれて、よく一人で泣いてた。エアリス、脱出の前に話してくれ。いろいろあるはずだ。私は古代種の生き残り。それはもういいよね。あ、古代種っていうのはシンラがつけた名前ね。本当はセトラっていうの。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く。そして約束の地へ帰る。史上の幸福、星が与えし定めの地。すごい。まあな。でもおとぎ話だと思ってたぜ。シンラは違う。約束の地、ずっと探してる。エアリスは知ってるの？約束の地。何にも。いつか分かるのかもしれない。でも今は全然。もし分かってもそれは古代種、いやエアリスの約束の地だ。たとえ魔晄が吹き出す豪勢な場所でも、シンラには何の権利もねえ。横取りしようってか。はっ、少年は浅ましいぜ。よし、お前はエアリスを連れて脱出しろ。俺は連中をひねりつぶしてから帰る。バレット、あのね、違うの。たく、何なんだよこいつらは。シンラ製の化け物か。フィーラーだ。
運命の番人という理解が最適だ。運命の流れを変えようとする者の前に現れ、行動を修正する。運命って運命？言い換えれば、この星が生まれて消えるまでの流れ。その流れはもう決まっている、そういうこと？ああ、星は力尽きてしまうらしい。んな真っ暗な未来に向かって俺たちを送り込むのか、フィーラーはよ。待て待て待て、そもそもなんでお前はそんなこと知ってるんだ。難しい顔して適当なこと言ってんじゃねえのか。さてはてめえ、シンラの犬だな。犬ではない。エアリスが私に触れた時、フィーラーの知識もそこにあった。あのね、聞いて。エアリス、私たちの敵はシンラカンパニーじゃない。きっかけはシンラだけど、本当の敵他にいる。私どうにかして助けたい。みんなを、星を。エアリスは何を知ってるの？今は迷子みたい。動くほど道がわからなくなる。フィーラーが触れるたび、私のかけらが落ちていく。黄色い花が道しるべだったんだ。大丈夫、一緒に考えよう。ようやく見つけたぞ。おい、何をする。やっと会えたっす。ウェッジ、どうして？お前大丈夫なのか？ヘルミナさんのご飯が美味しくて、ってそんな話してる場合じゃないっす。もうすぐ、まあ、今の何？爆発？近畿アバランチの作戦っす。混乱を起こしてプレジデントを狙うっていう。間に合わなかったな。今の爆破で警戒態勢に移行した。え、閉じ込められた？慌てるでない、小娘、見ろ、研究施設内はまだ移動可能だ。屋上まで行ってください。本家のヘリが待機してるっす。本家のヘリだ？奴らが俺らを乗せるはずねえだろうが。頭下げたっす、何度も下げたっす。ウェッジ、それじゃあまた後で。たく、あいつ勝手に動きやがって。でも助かった。帰ったら説教だな。
とにかく屋上に向かえばいいんだよな。北条が逃げ込んだエレベーターが使えるようだ。エレベーターってこっちだったか。そうだ、北条の匂いがまだ残ってる。何があったんだ。ポットの中の子、みんないなくなってる。嫌な匂いがする。この奥だ。どうすんだよ。溶かすしかない。暴れたようだな。納得してる場合か。こっちは任せろ。そっちは任せる。頑張るね。チュッ、そこ、えい、よっ、任せるね。私に任せて。やっ、無事だ。あ、はぁ、終わり。やったな。うん、うん、あっちいな、おい。行こう。うん。なんだここ。北条の施設、神羅の闇。ぶっ壊してやりてえが時間がねえ。さっさと屋上へ行こうぜ。なんだありゃ。ジェノバ。母さん。
一緒にこの星を取り戻そうよ。全部クラウド？やはり仮説は正しかった。今度は期待を裏切らないでくれよ。急がないと。実験用ポット足場にしてやる。手を貸そう。頼む。行くぞ。集中しろ。お前隙をつく。無事か？ああ、ティファたちは近くにはいないようだ。探すぞ。どうした？あれを使えば向こう側へ行ける。うん。私なら飛べそうだ。頼めるか？ああ。これでいいかな？
気持ち悪いもんばっか作りやがって。ほらほらほら、ぶつか四女で不戦だな。ハハ、遊んでやってんだろ。じっとな、続け。はっ、ギア上げてくれ。ああ、武器を見極める。まあ、やばい、そうだ。でも来い、刻む。連携しよう。頼られちゃうな。おお、来ないな。集中砲火だ、覚悟しな。逃がさねえぞ。いいけどよ。出口か。これからどうする？まずティファとエアリスを見つける。それから屋上だ。どっかにエレベーターがあるんだろう。邪魔は入ったがやることは変わらねえ。さあ、行くぞ。返すのは無理だな。
大したもんだな。やったね。ナイス。待ってて、私たちもそっち行くから。あ、なんて言ってんだ。向こうに何かあるようだ。もしもし、クラウド、聞こえてる？ああ、そっちは無事か。この通り。でも、どうしよう、この部屋出られないみたい。ああ、聞こえるかね？北条。どうだね、私の実験場ドラム、すなわち世界の最先端の居心地は光栄に思いたまえ。私の大いなる仮説の検証に君たちも貢献させてやろう。は？準備が整い次第第三研究室の扉を開ける。あ、いや、そこにいるならちょうどいい。準備の方も手伝ってもらおうか。有益なデータを期待しているよ。準備だ？あの野郎、何を勝手に。無視して先に進めない。やつのことだ。都合のいいデータが取れるまでここから出す気はないだろうな。研究室って言ってたよね。さっき上で扉を見た気がする。行ってみる。手助けできないぞ。気をつけてな。うん、分かってる。俺たちはここで待ってる。何かあったらすぐ通信だ。いいな？了解。クラウド、大丈夫かな？様子ずっと変だったよね。うん、でも心配ないよ。それより、いいかな？え？平気だよ。第三研究室ってここかな？扉、開きそうにないね。どうにかできないかな。調べてみよう。だね。クラウド、聞こえる？第三研究室の扉はあったけど、まだ開かないみたい。そうか。あのね、北条が言った準備、あれを操作するんだと思う。中央端末か。なるほどな。クラウドに報告しよう。わかった。俺たちは中央端末を目指す。連絡するまでそこにいてくれ。
何の研究だよ、ったくよ。空から来た最悪、ジェノバ。北条の半生はジェノバに捧げられている。電気なんか聞きたくねえよ。この施設で行われているのは、ジェノバ由来の生態情報を生物や機械に埋め込んで強化を試みる研究だ。北条は実験体の仕上げを我々にやらせる気のようだ。ああ、あの野郎どこまでふざけてやがる。すでに実験体の運命は決まっている。楽にしてやろう。まず中央へつながる通路を探そう。連携しよう。おう、任しとけ。メンタマ飛び出ろ。どうよ。ティファーたちがいるのは第三研究室の前だったよな。スイッチは4つ、研究室も4つあるらしい。なんだ。輸液確認。該当エリアのサンプルテストを開始します。二人に声をかけてやれ。十分に注意して進めとな。ティファ、聞こえるか。中央端末を操作した。扉は開いたはずだ。無理はするなよ。ありがとう、行ってくるね。